じゃあ行こうか。おお、険しい険しい、確かに険しいな。あれ今んとこなんもないね。これ簡単なんじゃない？簡単なんじゃない？あれ簡単じゃん。てかなんもないんですけど。これ多分。お前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 来るこっち来る。おお、びっくり。混沌じゃん混沌じゃん。ああもうクリアして、クリア目前じゃん。でもいいな、こっちの方が簡単なような気がするぞ。で、発生源を塞ぐ。発生源を、発生源、発生源、発生源。オッケー。あれ、まだいいの、まだいいの、まだいいの。あ、いたー。残り1匹。うわ、まだ出てきた、まだ出てきた。どんどん来るね、どんどん来るね、どんどん来るね。どんどん防虫、どんどん防虫、どんどん防虫、どんどん防虫。もう壊れなかった。オッケー、いけいけいけ、オッケー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 。びっくりした。あ、こいつボスか、ボスか、ボスか。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ。これが必要になるんじゃないかな。でもね、これがなくてもね、案外いけそうな気がするんですよ。だからね、本日はこれでいこうと思います。あの、これは使いません。何回死んでも何回死んでもね、あの、やり直せるんでね。やり直せるってことはいいことだよ。オッケー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 。きた。お前はこれで一瞬だよ。あれ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 、いあーいしぇ。逃げろ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 。あれなんかやっさり。うお、あの、すいません、もう何が起こったかわからないんで普通にこの道に行きます。何が。いけるよね、いけるよね、いけるよね。あーあーあああ一回ダッシュで、もう一回ダッシュチャレンジ。いけー、いけるいける。あっ、ああお、いけた、やったぜ。うわー、ちょっとズルしてたのバレた。視聴者さんにズルしてたのバレた。まあいいや、行こう。これもね、頭のいい僕だからこそできたことですよ。じゃあ、次、あとはどんなのになってんのかな。お、チェスト多分これだな。一回これ、あ、普通に開ける。あれ取ったんだよね。取った取った。よし、いける。実質ノーダメージだよ僕。よし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 。もう進んだ時のこのスッキリ感。え、何この牢屋、めっちゃ気になるんですけど。おい、あーあー、何ですかこれ。ボタン、なんかヒントがあったのかな。
わかんない。いくぜ。はい。あー、これ全部埋めるやつか。まず規則性を。これでわかる、規則性が。これ黒くなるバージョンだね。あー、くそ。十字型にすりゃ勝ちなんだけど、ここ。あー、全然ダメ。あー、惜しいな。いけてそうでいけてない。これもダメ。きついものがありますね。とりあえず、あ、行けた。イエーイ。もう運も実力のうち。よし、ゴー。なんか終わりっぽいな、本当に。チェストあんじゃん。ちょっと待って、このハイフワールド初めての装備が来たで。これはこの先よほどの過酷なものが。何ここ、あ、これ全部行けってやつか。じゃあ左から、うって、そういう感じ。あぶねー。よいしょ、いけるいける。これ意外とガバガバだぞ。あらららら、よし、わかった、これやり方わかった。これね、走っちゃいけないんだ。こうやってゆっくり行きたい。これを投げれんかな。これか、これか。え、あ、そういうね。はいはい、わかりました、わかりました。俊敏が欲しい。オッケー。いける、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 オッケー。で、これどこに出せばいいんだ、どこに。あ、ここか。よいしょ、オッケー。ふう、まあ、ざっとこんなもんですよ。これを押したらどうなるんだ。なるほど、次は金を取ってこいってことだね。ちょっと回復するまで待ちます。じゃあ忍者、よし、じゃあ行きますか。録画時間的にね、もうそろそろ終わりたいんだよ。早く妹助けて終わろうぜ。違うとも通っちゃいけないっぽいな。ドキドキ変わるんだろ、これ。なんか今んとこいい感じね。こっちかん、これ簡単じゃね。あー、こういうのダメ、こういうのしちゃいけないと思う。あ、やっぱダメか。考えが甘かった。こっちじゃね。え、これリセットってことないよね。オッケーオッケー、そこまで鬼畜じゃなかった。いやー、これでリセットだったらね、僕はもう死にかけたよ。
さあ、行きますか。ロッケンベルクってなんだ。社会はわからない。社会、これどっち名なのか、それもわからない。オッケー。そんなチンプンカンな僕がね、いいと思うんですよ、実況には。実況はね、チンプンカンな性格がいいと思うんですよ。チンプンカンってそもそもなんだ。チンプンカンのゲシタラト崩壊が起こってきたぞ。チンプンカン。プンカンを取ったら下ネタになるぞ。そんな言葉使っていいと思ってんのか。つか、こんな早口喋ったら、僕滑舌悪いからマイク、音取れてないような気がする。けど、いい感じに来た。一発でここまで来たのはでかい。いや、二発目だけど、正確には。まあ、一発目はここまで来たんですけど。フットボール。ベースボール。バスケットボール。卓球ボール。オッケー。帰りもあんのか。当然だよね。オッケー。よし。ボールの次は何でいく？棒で、ボールの次は棒でいこうか。決してね、下ネタ的な意味じゃないですよ。棒、鉄の棒って感じね。鉄棒ってね、いいじゃないですか。よいしょ。ここからは楽勝なんじゃねえか？説があるよ。これさっきのマグマに比べたらだいぶ簡単ですよ。ちょっと待って、今確実にいけたって思ったわ。くそ。よし、いけた。戻ってきたぞ。そう、家に帰る方がしんどかったわ、行くよりも。よし、これで。皆さん、今までご視聴ありがとうございました。また新しい道できてんだけど。何これ。そういうやつか。